はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。7月15日新橋、7月29日代々木タウンミーチング開催いたします。来てね。場所や時間は動画説明欄もっと見るをクリックしてください。8月15日には靖国神社正殿参拝、懇親会も行います。予定開けといてね。ご案内はこちらの方はまだ先であります。これ鉢植え、サボテンの鉢ですね。100均で買って、植え替えました。植え替えた後枯れることが多いって言うんで、ちょっとビクビクしながら見守っておりますけれども、何やら英語が書いてあるんですが、何書いてあるか全然わかりません。川口市の外国人は4万人で日本一多いそうであります。率は新宿や豊島区の方が高い、多いんですけれども、川口市はですね、豊島区の約倍の人数いますんで、豊島区の外国人比率そのまま行ったら5万2000人とか5万3000人になっちゃうな、いう感じなんですけれども、川口市民からの情報、クルド人から子供を守るために引っ越した、家の前を一時停車しないで爆音で車が通り抜ける、子供が何度も引かれそうになった、乱闘なんて毎日、公園やコンビニ前でしてた、見ない日がないくらい、クルド人同士で殴り合いが日常茶飯事みたいですね。子供同士が乱闘していることもあれば、親同士が殴り合ったり、そこら辺の道で夫婦で殴り合ってるの見た、もううんざり。なんか世代を問わず殴り合ってるみたいなんですけど、まあクルド人同士が殴り合うのは別に構わないのかなーって思いますけれども、おっかないですよね。自宅から20メートルの場所でおじいさんが吹き飛ぶひき逃げがあった。5分圏内のコンビニで殺人未遂の乱闘があった。2度も自転車盗まれた。こりゃひでえ。今の川口市長はですね、外国人にも優しい街づくりをなんて言ってるパヨだから、治安が悪化しちゃうんでしょうか、クルド人が増えるんでしょうか。告白してくれた人は子供を守るために引っ越したそうですけれども、引っ越し困難だね。そんな気力もねえっていう高齢者さんとかは困りますよね。川口市長選挙は2026年1月のようであります。してみっと、去年の1月終わったばっかっていうか、まだ1年半しか経ってない。ちょっと勘違いしてまして、来年の1月早々、半年後か、ちょっと川口市に一石投じるために、立候補してみっかななんても考えてたんですけれども、ちょっと勘違いしててね。そんでね、外国人通訳税を導入しますって言ってですね、役所に通訳を置かなくちゃいけないんだから、その分負担しろ、言ってですね、まあ、一人月に500円ずつ取るとか、それをですね、1000円、2000円、4000円と際限なく上げていけば、いずれ川口市から外国人減っていなくなるのかななんて思ったりね。そういう主張でも当選しないと、ますますクルド人増えるで、群れる性質がある、殴り合う性質がある、論より大声嫌がらせじゃなくて論より暴力という、そんな感じの気質なんでしょうか。なかなか多文化共生は難しいっていうか、まあ不可能だって各国の状況で分かってるんですけどね。次期衆院選で立憲を打ち取りたい維新が急ピッチで候補を選抜中。選挙区は全部で289だそうであります。立憲目標200人、289人じゃないんだ。全選挙区立候補させるっていうのは諦めたのか、89の選挙区は共産に譲るのか、現在150人ぐらい決まってるんだけれども、離党や公認辞退が相次ぐ。だそうであります。維新目標、立憲より多く立てる。現在100人程度。なかなか金かかって、あれだね、大変だね。全部立てようとすると、まあ約300として、9億円ぐらいかかっちゃうな。なかなか金かかって大変ですね。供託金だけでですよ。これにポスター代とか、なんとかあると、ますます金かかりますけれども、一般判断です。公認を辞退されるとは、悲しいの。今時、立憲共産から新規で出るバカいないだろう。立憲は惨敗したら、
離党するしかない。維新は候補者の身体検査が甘くて突っこけるのがな、なんかあの港区議会議員の維新でなんか猥褻行為やって議員辞職した人いましたね。維新の本当立憲ってバカしてる知ってる、入管法改正に賛成した維新と反対した立憲、どちらが日本のためになるかは明らか。共産党はコラボチューチューとかサドル事件あったからね。DNA を政府に提出してる人間だとすぐ捕まるんですけど、とりあえずあのサドルにぶっかけないでもらっていいですかね、共産党さんはね。時期を見ると共産党支持率低下の致命傷は除名事件と思われる。除名事件、代表選やんないのって言った党員を除名した時からあのガグンって下がったっていう感じなんでしょうか。共産が落ちるのに合わせて令和が上がっているのが何とも。移っただけが第二共産党ね、中核共産党に移っただけが、元は共産以下だったけど早々に共産を抜いて気づけば立憲もって感じかな。これ維新のことでしょうね。共産抜いたっていうより共産自滅したっていう感じの方が強いんじゃないかな。2年ぐらい前の半分になっちゃってますから、共産党 の支持率がね、まあ、ガグンって落ちて、まあ、自滅して、維新が来たって、自民対象で増税だからそれだけは、いやー岸田自民にどれだけの人が反発して自民から離れるかだな。今時日米同盟破棄とか言われてもな、これ共産の言ってることですよね。維新と立憲がどちらが野党第一党にふさわしいかって選挙になりますね。あとあの増税政権の是非を問うっていうかね、入管法改正、維新賛成、立憲反対、憲法審査会、維新出席、立憲欠席、まあロシアンエージェント宗男を放置する維新がまともとは言わないですけど立憲よりマシなのは確かかな。私はあの公明、立憲、共産、社民、令和は生活者ネットワークは問答無用で NG、 それ以外の選択になりますけれども、皆様よく考えてご投票をお願いいたします。市民団体さようなら原発1000万人アクション実行委員会、長えよバカのバカ者が主催で、原発処理水放出反対の官邸前抗議集会開催、韓国共に民主党かっこ北朝鮮のスパイ議員も数名参加、社民党みたいなとこです、巨大な社民党みたいなとこで、まあ、北朝鮮のスパイであることは間違いありません。約90名が集合したみたいであります。一般反応です。1000万人まであと…点点点。心が汚い人には見えないとかそういうの、バカには見えない服です、王様なんつって、数ぐらい数えるようになってから集まれよ。一気等10万の強者どもよ1人が10万人に匹敵する。だから1000万人、90人ってことは実数は2、30人か。90人って1000万人のことなんだ。共に民主党、かっこ北朝鮮スパイが参加したことについて一般反応。竹島返す。まずレーダー照射謝罪しろ。韓国の原発も査察受け入れてね。頭がすごく悪いんだね。これに何も言わない岸田の支持率も低下するわな。こんな連中入国させんねん。外国人の政治活動は禁止だぞ。国会議員が他国でデモってすごい。北朝鮮の指示で何でもいいから日韓分断を図れ、実はあの日本大使館前で長年嫌がらせ集会を続けてた正義連っていうやつら連中もですね、北朝鮮のスパイでして、けどあの北朝鮮の浸透がものすごいんで、共に民主党は社民党よりもあの規模がでかい、生き残っております。北朝鮮にしてみれば日韓が協力して攻めてこられると、いや、厄介、滅びっちゃうかもしれない。日韓分断を企むのは、まあ、当然の生存戦略なんですけれども、こいつらいつまで休戦してんのかな。朝鮮戦争まだ休戦中なんですよね。とっとと終わらせたら、終戦させたら、もうやり合ってさ、終戦すればね、あの戦争難民として特別に出している特別永住資格も、存在意義なくなって
資格そのものが配信なんのにな。4世5世で日本で生まれて日本語しか話せねえわっていう連中は自分の意思で帰化しなかったんだろうから、あるいは身内に犯罪者がいて帰化できなかったんだろうから、特別永住資格制度そのものがなくなっても知らんがな、ほんなのは。なんで日本人に、なってなかったの。日本語しか喋らないんでしょ、なんで日本人に聞かせなかったの、できねえかったの。知らねえよ。知らんがな。ああ、ですよね。処理水放出に反対する韓国、共に民主党、かっこ北朝鮮スパイについて、小野寺逸則、元防衛大臣、説明反論しても仕方ない相手には、丁寧な無視でと。話通じねえから、ほっとけ、みたいな。一般の、何を言っても話が通じないしな。いや、いい加減、制裁しようよ。殿下の方と、丁寧な無視。スワップもやめろ。舐めた真似するたびに、締め上げないとダメなんだぜ。野党、だから、丁寧もいらない。無視で、制裁しなきゃダメで。向こうから乗り込んでくるのは、どうやって無視すればいいの？竹島奪還後の断交だけが正解です。この集会を盛んに放送するテレビと、それに流される情弱自民議員と、国会議員テレビ新聞禁止法が欲しいですね。テレビ見ちゃダメ。敵国の洗脳装置なんだから、国会議員はテレビ見ちゃダメ。新聞読んじゃダメ。っていうの欲しいですね。共に民主党議員、処理水飲むならうんこ食うとか言ってるみたいですけど、飲めって言ってねえよバカ。こいつらがあの韓国の山本太郎であるとか、大椿なんとかであるとか、大石なんとかとか、あと石垣のり子とか同レベルの野党議員と思えば、そんぐらい基地が言うのよ、言うよな。妙に納得なんですけれども、って食うんかーいって食うのかよむしろ食いたいとかですね。半島の扱いは大先輩の中国を見習ってですね、棒で殴りながら土下座するための門を作らせるが正解じゃないでしょうか。韓国の大きな共産党みたいなとこなんだし、丁寧ないらないんじゃない。政府そのものじゃないんだからね。韓国政府のことも徹底的に無視するんだったらば、麻布のあの韓国大使館もその坂の下、下ったとこ、あっちは西に下ったとこにある民団本部も退去命令出すべきだし、大使、韓国大使は追い出さないといけないし、ノービザ入国やめて入国禁止にすべきだし、もちろん貿易なんてもってのほかだしね、やめるべき。37億円1日に上る日本商品お買い上げをなんとか減らさないとですね、それで生活してる会社と日本人の社員が反発しますからね。教科書のことで文句言ってきたりですね、竹島付近で訓練したり、あと今回国会前で、韓国の議員が騒いだりするたびに輸出入関税をじわじわ上げていけばいいんじゃなかろうか。 1% ずつ、なんかあるたびに 1% ずつ輸出入ともに関税かけちゃう。で、あの 100% とかなった時点でゼロになるでしょ、さすがにね。他から買うわつ、他に売るわ。そうなったら誰にも遠慮なく棒で殴りながら土下座門を作らせることも可能なんですけどね。トランプはいきなり中国に 25% 関税かけましたよね。日本でできないわけがないんだよな。あとはTPP ですか、それで経済ブロック作って韓国中国は締め出す予定なんだし、ブロック経済、私が中学校の頃はそう習いましたけれども、そういうの構築するつもりだったら、そういうふうに何か言ってくるたびに、何かやるたびに輸出入関税じりじり上げて、いずれ、貿易ゼロ目指すのが得策なんじゃないでしょうか。私はそう考えます。というわけでタウンミーチング、私への質疑応答が、メインになりますけれども、こうやったらいいんだねえの、ああやったらいいんじゃねえの、ここでこういう内容で凱旋かましましょうよとかいう、提案もどんどん受け付けますんで、皆様ご参集ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。